僕がベースレイヤーとして愛用しているのはハイブリッドフラッシュドライジオメッシュジップアップタンクです。吸水拡散性に優れたフラッシュドライは僕たちトレイルランナーにとって最高の素材です。ストーミートレイルフーディーはゴアテックスアクティブの防水性と透湿性、 250g という軽さ、そしてランニングを邪魔しないカッティング、トレイルランニングには欠かせないギアの一つです。ゴアテックスアクティブは防水・透湿性能に優れ、かいた汗を素早く放出してくれる、トレイルランニングには最適な素材です。トレイルランニング上りの時はですね、とても汗がかくんですけども、透湿性にとても優れているので、今まででしたら汗をかいてですね、このままへばりついてしまってストレスを感じたんですけども、そういうこともなく常にこう快適に腕を振ることができます。この胸ポケットはちょうどスマートフォンが入る大きさになってまして、何か緊急の時ですね、レース時とかまたトレーニング時なんですけども、すぐに取り出せて連絡することができます。止水ファスナーになってますので、より防水機能も高まってまして効果的になってます。動きやすい手の振りとか、あと肩周りとか、本当にストレスなく長時間着たまま走っても疲れない点ですね。今回は新しくですね、前と後ろにですね、こうベンチレーションがついたのですね、走ってる時にですね、前から風が入って後ろにこううまく抜けていく効率的な換気ができるようになりました。このジャケットには2箇所ドローコードがついています。1箇所はですね、ウエスト部分で、もう1箇所ですね、フード部分にあります。昨年 UTMB の時ですね、標高の高い山岳地域走ったんですけども、風が強い場所でもですね、フードがめくることなく、快適に走り続けることができました。ストーミートレイルフーディーは防水性、透湿性、軽さ、動きやすさを備えた最高のトレイルランニングウェアです。